イマームロー51イマー51今五51は1937年に初飛行を行ったイタリアの戦闘機である。本機は実質的にイタリアの主要な航空機メーカーすべてが参加した1936年に行われたイタリア空軍の新戦闘機の強作に向けて設計された。ジョバンニガラッソが設計した本機は基金混合構造の単座単用戦闘機であり、 当初は固定式の降着装置を備えていた。エンジンはこの世代の戦闘機標準の出力 840HP のフィアット A74RC38、正型エンジンを装備し、3枚ブレードのプロペラを駆動していた。固定式降着装置のために最高速度はわずか時速 467km であり、武装は2丁の 12.7mm ブレたセイファット、 機関銃であった。当初はごく小さな尾翼を取り付けた試作初号機は1938年6月にテストにかけられマッキ C200 やフィアット G50 に性能的に見劣りすることが判明した全体的に低性能な本機は試験的に再設計された主翼を取り付けられたが時期的に遅く発注を得ることはできなかった試作2号機のロー51 1>, 1は、ロー44のように胴体下に、大きな中央フロートと左右の主翼下に、小さなフロートを備える、水上戦闘機に改装された。最高速度は、時速 430km に低下したが、航続距離は 1200km に増加した。不運なことにテスト中に変翼が突如として海中に、没し、すぐに、機体全体が沈んだ。 この試作機の創出が開発計画の終了となった。性能は比較的良好であったらしいが、開発計画は全体的には失敗であった。特に初期の局面でフォッカー D21 との違いが指してなかったとしても、本機は失敗作であった。その他多くの性能で勝る競合機種も問題を抱えてはいたが、ロー51が選択肢となることはなかった。 ザ・コンプリート・ブック・オブ・ファイターズ、ありがとうございます。